皆さん本当に今日はお忙しい中いろんな行事がね多い中でこうして会場いっぱいにお集まりをいただきまして本当にありがとうございます。早速ですけど私の方からですね、国政報告ということで、お話をさせていただきたいと思うんですが、そこでやってくれてる、ちょっともう回していただいて、皆さんね、まず国会議員の仕事って何なんだっていうことからちょっと入りたいんです。実はあんまり正確にご理解をいただいてない、いや私は役人だったから分かるんですけど、方もいらっしゃいます。十分にご理解いただけてない方もね。それでこれがですね、これつくかな、これ黄色いところでこう3つ書かせていただいてます。行政監視と立法と政権の樹立、主犯指名と書いてありますが、国会議員が皆様から負託をいただいて、歳費を税金で歳費までいただいて、僕たち国会議員がやる仕事って基本的にこの3つなんです。3つ、1つ目は行政監視、立憲民主党はこれ1しかやらないですね、1しかね。立憲民主党がなぜ私はけしからんかというと1しかやらないんですよ。で、1っていうのはまさに例えば安倍さんがなんかお友達だけ優遇したんじゃないかとか、いろんな疑惑をですね、疑惑を追及をする。例えばこの森友学園、これ籠池さんね、皆さん見えます、これ多少ね、雰囲気わかりますね、雰囲気だけで結構です。これ森友学園、今臨時国会はですね、片山さつきさん一本ですね、今片山さつきさん、これ誰かわかります、辻元さんですね、これ。ところがですね、そういう行政、これは安倍夫妻の、いろいろ昭恵夫人と言われたわけですね、これは大臣です、片山大臣。だからそれは行政監視だから、行政ですね、行政監視だから、これ分かりやすい。ただね、私がいつも、それだけじゃないよなと。いや辻元さんだって同じようなことをしてるよなと言ってですね、こだわってるのは、この方は野党第一党立憲民主党の国対委員長です。で、55年体制戦後の高度成長期の政治と今の日本の政治は違います。今の日本の政治は小選挙区制ですね、皆さん。小選挙区制とは政権交代が頻繁に起こることを期待している制度です。要は皆さんの気持ちのこの変化、自分にとっていいよなっていう、やっぱり自分にとって最近良くないよなって、こう皆様の気持ちがこう揺れますよね、揺れるっていうか動きますよね。その皆様の気持ちが少し動いたら、国会の議席は大きく動くような選挙制度が小選挙区制度っていうんです。だからちょっと自民党政権がおかしなことをするとすぐに野党第一党が政権取っちゃいます。それが起こったのが2009年ですね、民主党政権。だから私が申し上げているのは、この行政監視っていうのは政府与党だけじゃなくて、野党もしっかり、特に野党第一党、特に野党第一党の幹部はちゃんとやらなあかんよなっていうことをですね、私はいつも言ってるわけです。ちょっと立法の話、それからいわゆる政権を取るっていう話を順次やっていきますが、皆様にご理解いただきたいのはね、まず今日たくさん地方議員さんも市会議員さんも来ていただきました。市会議員さんの仕事は1と2です。市長さんの市役所を監視する、これ一つですね。それからここは法律がありますが、条例を作る、これは地方議員さんも もちろんあるわけです。でもこれはないんですね。主犯指名というのは私たち衆議院議員、国会議員がやります。それを議員内閣制というんですね。地方政治は、二元代表制といいますから、この議員さんにこの3の機能はないんです。じゃあ茨城市の政権は誰が樹立しますか。皆さんですね、皆様が市長選挙で作るわけです。
そういうふうに地方と国は制度が違うということはまずご理解をいただきたいと思います。ちょっとめくってください。早速この話ですよね。私がね、なぜ国会でみんなからもうやめとけと言われながら、これは森友学園です、これ野田中央校です、私がなぜこの話に突っ込んでいったかっていうことだけあんまり長くやらないんですよ。簡単にご紹介しておきたいんですけど、皆さんここね、こう伊丹空港の飛行機が上飛んでます。飛行機が飛んで、この辺ね、飛んでます。で昔は騒音が激しかったから、ここはね使えない土地で、この学校用地とこの公園用地は、ここもちょっと公園なんですけどね、これ一筆の土地なんです、もともと一つの土地なんです。だから航空局が、大阪航空局が持ってた土地を、大阪航空局が飛行機の性能が上がってね、もうすごい轟音だったのが音が下がったんです。だから民間にも使っていただけるようになってきたということで、これを売ろうっていうことになったんですね。でここで問題、これがまあ昭恵夫人だとかって問題になったでしょ。ところがね、これ同じなんです。地歴はここにゴミが埋まってるなら、ここにもゴミが埋まってます。広さは9000平米ほぼ一緒だから、僕は言ったんですよ、ここのことをみんな議論してるけど、ここを調べたらええやんっていうことを私は言ってないんです。めくってください。同じことね、これ。ところが見てください、これこちらはですね、8億円引かれて1億円で取引されて安すぎるやろと言われて騒がれてるわけです。あ、ごめんなさい、見えます、すいませんね。こっちはね、14億で取引したんですよ。ところがその、されると14億は、民主党政権の時の国土交通省が補助金を巻いた、落としたので2000万で買いました。だからいずれにせよ、これ比べてみようやということをですね、やってきたわけです。で、このことをですね、私これこれ予算委員会です、すいませんね、皆さんにご迷惑をおかけして、これ今年の2月5日の予算委員会ですね。森友学園と野田中央公園、これ比べようよとね、1億円になった、こっちは14億円、これ比べてみようよと言っただけなんです。僕国会で、私がこのちゃんと同じ地歴の一筆の土地なんだから、これを比較しようよと言ったんですよ。でこの時の政権は安倍政権で、それでその昭恵夫人が名誉校長をしてた。これをやった時の国土交通省の補助金の担当副大臣が辻元清美さんなんです。いや知りませんよ、私は。だから辻元さんがどれぐらい悪いことしてるかわからない。でも私はこの時の副大臣は辻元さんですよねと言ったわけです。そうするとね、あ、これはね、これ有名ですね、これコニタなんですね。ね、で安保法制の時にね、でなんでこれが急に今出てきたかっていうとね、これ懲罰動議出ないんですね。ジャンピングここに乗ってね、バーンって飛び込んだわけです。で飛び込んで殴り合いをしてる、委員長のマイクを奪う、髪を破る、懲罰動議出ませんね。でこれが私に対する懲罰動議に、すいませんね、いっぱいあって平成28年2年前に2月、4月、4月、11月去年の11月、今年の2月と、まあ、これで終わりにしたいと思ってるんですが、でね、ちょっとめくってください、これね、これがね、懲罰動議のね、紙です。これがね、僕のところに届くんです。議員、支持者の皆さんね、すいませんね、こんなもの出されて恥ずかしいわって思ってらっしゃるかもしれないけど、ちょっと理解してほしいんですけど、議員足立康史君の懲罰委員会に付するの動議、動議だから付するじゃないです、付するべきだという提案がなされてる、提案がね、動議が、動議が。で、ここに40人の名前が書いてます。衆議院というのは
あのルール上ですね、40人の議員が名前を連ねるとこの動議が出せるんです。誰でも出せるんですから、共産党、立憲民主党、誰でも出せるんです。じゃあ彼らは彼らは何をやってるんだっていうとね、これね、あんまり多く語りたくありませんが、ね、これすごいですよ、皆さんね、もう多くを語りたくないんですけどね、連帯ユニオンという労働組合の関係者が今年に入って23人逮捕されました。皆さんご存知、関西の方はご存知なんです。見てください、カンテレ関西の準キー局はこれ報道してます。東京の人は知りません。大阪、関西以外では報道されてないんですね。ちょっとおかしいと思うのは、もう23人の逮捕っていうのはね、オウム真理教以来ですよ。大事件です。で、今これで動いているのは、公安課とかね、防隊課、それから一部に外事課が動いてるっていう話もあります。外事課っていうのはスパイを見るとですね。で、まあこれ連帯ユニオンの車ですけど、ここにハンドルの字が書いてあったりね、安倍政治を許さない、まあ、とにかく23人逮捕されたと。で、この人です、今もう一回戻してちょっと、この方が、まあ、その武健一さんっていうね、さん付けするのはちょっと怖いからするだけなんですけど武健一さんね。で、この方見てて、で、この方と、まあ、大変懇意だという、これはまあ、週刊誌の記事ですが、これがさっきの連帯の車ですね。これ社民党の車があります。結局ね、このその連帯ユニオンというのはね、まあ、非常に乱暴なことをする集団なんですね。で、昔共産党がですね、もうちょっとこの人たち危ないからということで除名にしたんです。で、除名にされた武さんたちが抱きつきに行ったところが社会党だったんですね。当時土井孝子委員長です。土井孝子委員長の社会党に抱きついたもんだから、今結局彼らと付き合ってる全部ドイチルドレンばっかりです。そうですね、辻元さんドイチルドレン、社民党福島みずほさんドイチルドレン。だから結局そういうふうに動いて、ここにまあ収支報告書の議論がありますが、これも証拠がありますから、要はその武さんのチームから、辻元さんはつい最近まで献金をもらい、大変密な動きをしていた。その政治家がですよ、国会議員がですよ、ね、大変親密なお付き合いをしていた、そのグループが、23人の逮捕者を出した。そこで動いている警察庁の部署は、公安課と防隊課ですよ、外事課ですよ。普通記者会見しませんかと。ね。で、僕はだから言ってるのは、別に僕がわが言うつもりは必要はないんですけど、記者会見ぐらいしたらってこう言ってるわけですね。あ、ちょっともう一回戻して。で、まあ、いわゆるそのスキャンダル追及っていうのをね、国会見てると皆さんも嫌になると思いますけど、もうスキャンダル追及ばっかりです。で、今回、昨日まで、衆議院の予算委員会やっておりましたが、3分の1ぐらいは片山さつきさんのお金の問題。いいんだけど、もっと怪しいのは君だろと。ね。だから僕の政治信条は、足立康氏の政治信条は、やるんだったら両方やろうと。ね。ありがとうございます。当たり前ですよね。いや、だってさっきの地図に戻して、地図に。地図に。戻して。そうそう、ね。当たり前ですよ。一筆の土地が一筆です。地歴が一緒です。普通両方テーブルに乗せて国会で議論しません。
ところが誰もやらないんですね。僕がやってるんですよ。ね。で、まあ、申し上げたかったことは、いわゆるスキャンダル追及っていうのは、今までは政府与党を追及する。野党が。野党はいい人。政府与党は悪いことをする人。これは昔の概念なんです。そうじゃなくて、これからの政治は、与党は日本をこうしたい。与党というチーム A はプラン A を定めて、掲げて、日本国をこっちへ引っ張っていきたいんだという。野党 B チームはプラン B を掲げて、B の方がいいんじゃないかと言って政権を争うのが政治ですよ、本当は。ね。それを一切やらない。それで、このね、まあ、こればっかりやってるんです。もちろん、私もやりますよ。私もやるんだけど、私は、ここだけやってるんじゃなくて、こっちもやろうねとこう言うと。それから、まあ一応、陳情っていうのも同じようなことなんで、ちょっと陳情の話だけ、さっきお話が出たら、ざっと流してください。まさに、先ほど市長さんからもあったように、茨城も大変でした。本当に心からお見舞いを申し上げたいと思いますが、これね、阪急電車ね、阪急の駅。で、今もブルーシートまだ、業者さんがまだ来ないところもたくさんあるんで、本当に早くね、復旧できることを願っておりますが、大変大きな地震でした。で、ブロック塀が倒れて、高槻で、女の子が亡くなられた。で、これはね、直後のね、これが石井国土交通大臣です。福岡茨城市長、ね、倉田美濃市長、で、まあ、足立くん、ね。でね、終わってからね、まあ、こうやって、これ福岡さん、足立くん、倉田くん、ちょっと頭、なんかどっか見てますけど。結局僕たちもですね、まあ、いろんな情報交換をしながら、どうやってこの茨城北摂を復旧していくかということを一生懸命こう議論する。その中でね、特に倉田さんないけど、まあ、福岡さんからも頼まれたことなんですね。これがね、ちょっとあれだけど、ちょっと戻して。戻して。これなんですね。で、実は、6月18日の早朝に地震が起こったときにですね、福岡市長とか私が何を考えてたかというとね、ちょうど熊本地震ってあったでしょ。熊本地震で、バーッと地震が来た後に、すぐにもう一回来たんですよ。で、それが本震だったと思うんですね。だから大阪の北部地震もですね、私たちが被災をした、その大阪北部地震というのはもしかしたら余震かもしれないですよ。もっと大きな本震がすぐに来るかもしれないということが熊本地震の教訓だったんです。だから倉田美濃市長、福岡茨城市長とずっと議論しながらね、これやっぱりやばいよと、本当に市民の安全のことを考えるんだったらすぐにこのブロック塀ね、いっぱいあるんです。こういうのがそれもね、違法なもの、あるいは既存不適格って言いますけど、昔は合法だったけど、ルールが変わったから今は違法になってるもの。これたくさんあります。で、これをね、とにかくすぐに、撤去しようということで、北摂の、まあ、茨城、美濃、池田などは、すぐやってくれました。でもその時にね、まあ、市長さんたちとちょっと議論したのがね、こう補助金出るんかなと。補助制度はないんですよ。で、おそらくこれ補助、で、すぐにね、確か総理か官房長官がね、補助制度を作りますっていうことを言ったんですね。でもそれって困ると思いません？補助制度できたんいつか知ってます？まだできてないんですよ。昨日衆議院を通っただけなんです。このブロック塀の、壊して新しいのをこう整備していくためのお金、全国で何百億円のお金が昨日衆議院を通過しましたが、ほっといたらそのお金はこれからやる人には行くんです。でも6月にすぐにやったこの大阪北部の茨城市箕面市にはお金が落ちてこないんですよ。でも日本の制度ってそんなのばっかりですよ。日本の制度ってそんな、だから
なんで維新の会が中央集権はあかんって言ってるかって言ったら、そういうモラルハザードって言うんですけど、要はあの、要すればね、今のままだったらね、動きが遅い市が得するんですよ。そうでしょ。すぐに市民のためを思って、短期って言うんですけど、自分の市の財政で動いた市長さんは、市のお金だけでやるから補助金が来ません。で、あの、ぼーっとしてる、出来の悪い市長さんを抱えてる市は、補助金が来て、あ、国がやれと言ってるから、じゃあやろうか。補助金がつきます。ラッキーと。そういうのをね、モラルハザード、モラルが壊れていくんです。で、僕はね、それでちょっとやっていい。で、まあ、ご要望いただいて、これがね、で、私はね、それを受けてね、別にこれだけやってるんじゃないですよ。でも、これは、両市長からも、とにかく私さん、これはね、難しいと思うけどね、やっぱり、ちゃんとやっていかないと、例えば次、また同じような地震が起こったときに、自分、皆さん、今日お集まりの皆さん、ご自分が市長だと思ってください。財源、あの、市の税収もか、あの、ジャブジャブではありません。あっちもいる。こっちもいる。お金はいくらでもいる。市役所で事業を考えるときは必ずですね、これは府から補助金が来るのか、国から補助金が来るのかって必ず議論するわけです。だから次地震が起こったらこうなりますよ。あの、僕が部長さんでね、市長にね、いや、これこの間の大阪北部地震の経験ではね、これ今やったら損ですよと。国が補助制度を作るまで待ちましょうってことになるんですよ。で、その間は市民の皆さんはリスク抱えるわけですよ。で、僕はね、それをね、この、これ実はね、つい最近の話です。今日何、3日、11月3日でしょ。この間までずっと僕はね、文部科学省、財務省とずっとやってきたんだけど、断られてきてたんですよ。いや、足立先生、まあ、逆に言えば僕らのこと先生って言いますから。足立先生、これ申し訳ないけど、日本の政治史の中で、日本の予算編成史上、こんなことやったことありませんと。予算というものは、予算が決まった後の事業に配るんですと。で、一周されたんですよ。で、僕はね、ここでね、これが僕です、これ。ね。で、これがね、市警局の次長です。むちゃくちゃ、僕らの役人やってた時は、ペコペコ頭下げてました。この偉い人です。これはよくテレビに出てくる財務省の官房長です。財務省の官房長、それから市警局。で、主査ですから、お金を全部、もうむちゃくちゃ優秀な人なんですよ。で、こいつらはね、ここからね、ここね、まあ、これ YouTube に動画上がってますから、これね。ここでね、バトルをやりましてね。お前らふざけんなよと。もし本当にこんなしょうもない予算作るんやったら、維新の会は反対するぞと。今回補正予算全会一致でした。でも維新の会は時間ないね。維新の会は反対するぞって言ってね。もう、いや、上品に言ってるんですよ。上品に言うんだけど、全部 YouTube に上げてますから、やりとりもね。で、リズメで、こんな予算を作るぐらいだったらない方がいいと。だって茨城市はもうやってるんだから、箕面市もやってるんだから、やってないとこだけにお金が行くようなモラルハザードを生むような事業やったら、国はもう手出さんといてくれ。だいたいブロック塀とかエアコンとかそんなのいちいち国が補助金出さなくても、最初から財源を市町村に渡しとけばいいんだと。なんで手取り足取り国があるんだっていうことで、まあ、大喧嘩をするわけですね。これが31日です。で、これが昨日です。昨日予算が成立しました。予算委員会でこれ、みんな立ってます。ね。これ昨日の写真です。昨日の写真。安倍総理大臣ね。国の補助金の対象事業は、補助金の交付決定がなされた後の事業が原則です。当たり前ですよね、普通は。皆さんも大体常識としてはそうです。しかし、僕はね、これを言ってたんです。法律上禁じられてるものではないよなっていうことを僕はずっと言い続けたんです。総理が決断すれば、絶対にできるからと。言って僕はもうずっとこれを言い続けたら、総理も、
安倍総理も法令上禁じられるものではありませんと。ついては大阪府北部地域による被害を受けて、地震による被害を受けて倒壊の危険性があるブロック塀の安全対策のため、児童生徒等の安全確保のための緊急的な整備であることに鑑み、臨時特例で、これごめん特例よと、もう足立さんだけよということで訴求適用が決まったのが、これは日本の予算編成史上初めてです。これ今までは前例がありませんということで全部できなかったんです。初めて総理から予算委員会の場で訴求適用が、ここに訴求適用という4文字がありますね。で、6月18日の大阪北部地震の発災の後にやった取り組みは全て補助金つけますわ、ね、当たり前でしょ。で、まあ今のは直近の話ですけど、いろんなことやってます。一応ね、僕よく言われるんですよ、安倍さんが国会で暴れてばっかりで地元のことやってへんのちゃうとか言ってね、よく地元のこともっとしないとまた次も落ちるよとかね、まあいろいろ言われるんで、今日はちょっとだけ地元のこともご紹介を、しておきたいんですが、今ね、ご承知の通り市民会館やってますね。ちょっとなかなか進んでなくてご不満を持たれてる方もいらっしゃると思いますが、それから阪急と JR の再開発、まあ、南茨城になりますね。でね、僕は何をしてるかって言ってね、まあいろんな細かいことも聞きますけどね、この人ね、私ですね、この方ね、見たことないでしょ。この人ね、もう名前言っちゃうけど深井君って言ってね、僕の一つ下の茨城高校の後輩なんです。で彼は西、僕は東中です。彼は西中学校を出てね、西中学校を出て茨城高校、京都大学、国土交通省、今国土交通省で、室長さん、まあ、管理職のジュニアの管理職で、僕は彼を捕まえてね、もう茨城だろうとね、茨城、お父さんお母さん住んでるだろうと、もうとにかく茨城のために働けと言ってるんですね。で一回東京で福岡市長と3人で飯食いましてね、とにかく福岡さん再開発って難しいから、特にね茨城の再開発ってね難しいんですよ。なんで難しいかっていうとね、大阪万博の時に一回再開発やってるんですよ。そうでしょ。で一回再開発やってるんですよ。それをねもう一回やるって再開発って言うんです。再開発ってはもうむちゃくちゃ難しいんです。それは法律も難しいしお金も難しいです。例えばシミ道をバーンと作る時はね、当時シミ道にいた人たちはどこに逃げてもらったかって言ったら、その今のサイトとかね、そうや別のとこに行ってもらったわけですよ、ね、でそういうことができた。でも今できますか。今できません。だから再開発っていうのは当時よりもすごく難しいんです。だからプロをホットラインでつないで、もう福岡さんもう何でも聞いてくれということで、茨城出身の官僚をね、まあ紹介したりね、はい。それからじゃあなんか市街地ばっかりやってるのかって言われるかもしれないけど、これ一つジビエっていうのがあってね、鳥獣被害ですね。茨城でも山の方行ったらいろいろご苦労されておられる方多いと思います。で実はこれね、去年の2017年の4月の菅官房長官のブログです。これ私いつもこう携帯見てますけどね、別に遊んでるわけじゃなくてね、この見てるんですね。でこれで何があるのかっていうとね、菅官房長官がジビエを一生懸命やってるということが分かるわけです。そうですね。それでね、ここに書いてあります、ここに書いてあります、野生の鳥獣肉ジビエの需要を増やして鳥獣被害を減らすことを目指す、ジビエ利用拡大に関する関係省庁連絡会議を自分が議長になって作りましたって書いてあるんですよ。当然足立君はですね、これをずっと記憶に留めておきます。
ね。だって、北摂、特に私の選挙区はですね、茨城も美濃も池田も半分山です。里山です。だから、豊野町、特に能勢町、大変鳥獣被害でお困りであります。で、一回ね、菅官房長官からね、これ言っていいかな。足立さん、ちょっと飯食わないって言ってね、バリで飯食ったことあるんですよ。で、その時に、すかさず、普通の人はですね、そこでぼーっと飯食って美味しかったってやるんだけど、僕はね、今だと。いうことでね、菅官房長官にね、菅官房長官、ジビエやってらっしゃいますよね、ということで、菅官房長官に直接、この北摂の取り組みを、で、一番北摂でね、ジビエ一生懸命やってるのは能勢なんですよ。能勢。で、それをね、紹介をしました。すると、これね、30年度にできた新しい予算。全国で17のモデル地域を作って、国がそれこそ応援してやりましょうっていうことの、ここね。京都の丹波と大阪の北摂が連携して、この6番、ね。6番。全国の17、まあ補助金も落ちます。そういうものを今年度、やってきたと。いや、まあまあ、一つ一つはまあ、それはそれでいいんですが、まあ、そんなこともやってますっていうことですね。で、皆様に、今日は松本俊明府会議員がやったかな？ね、グーチョキパー。これね、私が編み出したんですよ、これ。私が編み出した説明の方法です。足立くん、ありがとうございます。誰もこんなこと言ってなかったんです。でも私はね、官僚もやってましたから、よくわかるんですけど、グーチョキパーなんです。皆様国民はグーなんです。岩です。ね。ね。で、ごめんなさい。で、僕ら政治家はハサミです。で、行政は紙です。ね。で、岩と紙だとね、紙がね、こう、くるんじゃってね、強いんですよ。パーがグーより。だから大体行政というものは、国民を見下してます。皆さん、市役所の窓口行って嫌な思いしたことありません？おいと、もうちょっとちゃんと話聞けよと思うこといっぱいあります。なぜそうなるか、それは仕方ないんですよ。パーだからパーだから負けるに決まってるんですよ。だから日本の世界の民主主義国は政治というものを作って、選挙で国民が政治家を選ぶことにしたんです。これが直近ですね。だから国民の皆様は、市民の皆様は、行政の窓口行って、行政の窓口がちゃんとやってくれないときは、泣き寝入りをする必要ありません。足立君のところに言ってですね、足立さんと、あそこの部長がおかしい。言ってくれるとですね、僕が電話してですね、お前何やってけつかんねんと。こう言うと。で、こうやって、地域というものが、国というものがうまく回っていくというものが民主主義なんです。だからやっていいんです、これどんどんね。で、ただね、今の三角形ね、ちょっと戻して、私がね、行政にこう言うでしょ、行政に言うでしょ、行政に言うときにね、三つあるんですよ。ちょっと、僕がいつもやってるのは白だろうと。白っていうのは、例えば何かルールがあったら、それは合ってるだろうと、ちゃんと市役所これ対象にしてあげてよねという白でしょっていうもん。でもね、これがね、うまく白になってないでこう止まってることがあるんですよ。よく役所の窓口で役人が青だからで止まってる時あるんですよ。だから僕が、いやそれはねと、白だから白だろうと言って、白を白にすることを僕はいつもやってるわけです。こういうことやる人がいますよ、たまにね。黒を本当は違うんだけど押し込んじゃうやつね。これ犯罪ですよ。ね、本当は対象じゃないんだけど政治家の力で無理やり押し込む。特にそれをやった時にですね、お金をもらう贈収賄です。逮捕されます。ね、田中角栄さんとかいろいろありました。これだから犯罪ですね。こういうのも最近多いですね。本当
あいつは悪いっていうあの盛りかけ問題とかね、それってこう冤罪です。冤罪だからこうやって3種類あるんですね。だから私は皆様に申し上げているのは、あの黒を白にするつもりは私はありません。だから、これはあの本当は例えばよくあるのは交通違反のもみ消しね、昔はよくありました。昔の政治家はこればっかりやってたんです。これ昔の政治家はこればっかりやってたんです。就職斡旋とか、交通違反のもみ消しよくやりましたね、皆さんもね。やってないか。でも今の政治家はこれをやったらすぐ逮捕されます。だから白なのに報われてない人にちゃんと白だよなっていうことをやる活動をやってます。これはね、先ほどあの市長、福岡市長がご紹介になった、これね、あのある日の、これある日、ある日、ある日の10時35分にね、市長から電話がかかってきたんですよ。足立さん、ちょっと今、まずあの電話していいかなって言うんですね。で、電話していいかなって言うんで、あ、いいっすよって言って電話もらうんですよ。で、こんなことで今ちょっと困ってんだけどって言ったら、じゃあちょっと教えてください、すぐやりますよって言って、福岡さんがこの林道災害復旧事業ということで、ある事業でこんな風に困ってる職員が大阪府から蹴飛ばされて、あのさっきの三角形ちょっと戻してくれる、三角形、あのこれね、あのこの三角形はね、実は政治家と国民とや公務員なんですけど、カッコ書いてあるでしょ。国との関係においては自治体もグーなんです。国が強いんですね。わかります？だから、国と自治体と私なんです。で、今やってることは、福岡市長から頼まれて、動かさないでください。福岡市長から頼まれて、ここで農林水産省を蹴飛ばすと。ほんだら、うまくいくっていうことをね、やってるわけです。で、これ。でこれ、10時35分に、頼まれました。12時6分に、林野庁と財務省をしばき倒してで、なんて書いてあるか、林野庁曰く、その受け付けないなんていうことはしませんと。大阪府にも茨城市の要望に対しては柔軟に対応するように言っておきますと。まだもし難しいことがあったらまた言ってねって言って、でこっちもあのさっき あのブロック塀の話だけど、まあ同じようなことで、まああのね、でそうすると、まあ、福岡さんもですね、12時にね、おおと、これ勝手に人のメッセージ貼ってるんですよね。後でちょっとごめんねって言っておきますけど、あの迅速な対応をいただいてありがとうございます、しかも満額回答付きで助かりますっていう僕なんです。で3日後にね、林野庁の件、林野庁から触れ、お叱りが入ったようで、お叱りっていうのは、大阪お前ちゃんと仕事せえと、茨城市のためにやるのが大阪府の仕事だろうと、国はそんな固いこと言ってないんだから、大阪をちゃんとやれと言って、大阪を叱ってくれたようで、対応、あの申請できるようになりました。職員も感謝しております。まあ、ちょっとごめんなさい。ありがとうございます。あのね、なんでこんなことを、細かいことを今日ご紹介するかっていうとね、ぜひね、使ってほしいんですよ。今日は茨城市民の外から来ていただいている方もいらっしゃると思うんですが、で一番助かるのはね、どういうことでどう困ってるかをすぐ、もうね、たまにこういう人いるんですよ、事務所にね、アポイント、足立さんと会いたいと言って来られるんです。で、お菓子持ってきてあるんですよ。お菓子を。もうめんどくさいからいいから、そういうのじゃなくて、もう早くその、何で困ってるかも教えてくれと、電話かメッセージで教えてくれと、もう2時間で解決しますから。で、僕はあの役人時代にこんな仕事は1日に100件ぐらいやってましたから、だからぜひ皆様にはね、特に応援してくださってる皆様、まあ応援してくださってない皆さんでもいいんだけど、どんどんあの政治家を使っていただいて、地域をどんどん回していくということをお願いしたいなということです。で、今日あとですね、あと何分です。でも、皆様からもね、いろいろ今日ご意見たまりたいので、さっき申し上げたここまでの話が
ここまでの話がさっき申し上げた私の国会活動の3分の1です。ちょっと一番上に戻して。今まで申し上げたのは、この3つのうちの行政監視、疑惑の追及とか陳情というものについて、私、足立康がどういうふうに向き合い、毎日仕事をしているかということのご紹介です。あとはあるんですけど、この法律予算はですね、ちょっと今日割愛、ただ、たくさんいろいろあります。教育無償化の法律、それから原子力ってね、やっぱ無責任体制なんです、原発は。だから私は責任体制を明らかにする、そういう必要があるということで、橋本代表の時に橋本さんと二人三脚で早すぎるよ、戻ってくる、これ、原発の話を橋本さんと一緒に作った、これね、法律が5本あるんですよ、1本、2本、3本、4本、5本、あ、6本か、7本か、7本あるんですけどね。でこれはね、こんな法律です。で原子力政策についてこれだけ綿密に政府以外で制度を作ったのは僕だけです。それからこれはね、豊野町とかでいろいろ問題になってる建設残土っていう、皆さんご存知かな、豊野町でね、不動の上に土砂が崩れてね、不動が止まったことがあるんです。あれは山が崩れたんじゃないんです、建設関係の残土、工事をやった時の残土をですね、不法に山積みにしてるやつが崩れたんです。で、なんでそういうことが起きるかっていうと、ルールがないんです。で、僕はルール作ろうって言って、こういうふうにね、まあその、土砂の動きを全部把握できるようにするとか、あるいは積むときにはこういうルールでやるとか、こういう法律を出してますが、原田さんが協力してくれないんですね。なんかお金もらってるんじゃないかな。ね、いやいや、ごめんごめん、それは撤回。撤回するけど、自民党っていうのはね、やっぱりさまざまなところから、自民党の悪いところは2つ、やっぱり企業団体献金もらってますからね、僕はもらってません、企業団体献金をもらってるけど、企業団体献金をもらってるところにきつい制度は作れないです、それからもう一つは、反社勢力ね、反社勢力、ちょっと危ない人たち、危ない人たちとかか、いろいろやるの嫌なんですから、僕はやります、それが市民を守るためならやります、ね、そういうことでビビっちゃってやりません。これ結構結構 怖い人もいるところなんですね、怖い人もいるところ。だから私は法律を出してます。これぜひこれから大阪府とも連携して、全国で土砂の問題で困ってる地域の議員団を集めて議員連盟を作って法律を絶対仕上げていきたいとこう思っています。はい。もうちょっと戻して。まあ、以上がですね、他にもちょっと今日時間がなくてね、立法作業というのは国会議員、要は行政府、司法府、僕らがいる国会というのは立法府ですから、法律を作るというのは大変重要な作業でありますが、しかし野党がいくら正しい法律を出しても成立しません。野党は少数だから。だからやっぱり政治家が皆様の思いを受け止めて本当に価値のある仕事をしようと思ったら、やっぱり政府、要は与党にならないんですね。だから私ももう初当選させていただいてから6年経ちましたが、そろそろ与党に入りたいですね。いや、すみません、そりゃそうです。野党っていうのはね、バッジをつけてることに満足する人たちは野党でいいんです。万年野党で、社会党、立憲民主党、そうだけど仕事はあんまりできないですよ。スキャンダル、週刊誌読んでスキャンダル追及してるだけですからね。で僕はやっぱり与党にやっぱりなりたい。僕はもともと官僚でしたから、20年間霞が関で仕事をさせていただいた。でもその僕の上にですね、民主党政権のなんかようわからん大臣がいっぱい降りてきたから、この人たちの元で働くのは嫌だと思って辞めたわけです。で、僕、だから私が政治活動している最大の、まあ、モチベーションは、バッジをつけてることではないんです。いや、まあ、ありがたいですよ。ありがたいけれども、先ほど申し上げた議員内閣制、国会議員の多数を取って、
政府を作り、政務官、副大臣、大臣、総理大臣、やっぱりそうやって政府の一員となって腕を振るいたいとこう思ってるわけです。で、話はこの政権奪取ね、だいぶ終盤に近づいてきてるんですけど、今の皆様に頭に入れておいていただきたい政党はこのまあ5つです。共産党とかもうほっといていただいてね。で、今ね、こんなニュースがたまに流れます。希望の党と維新の会が統一会を組もうとしてるっていうニュースが見られたことあるのかというの動きがあります。希望の党って何かっていうと、小池さんが作りましたけど、小池さんが作ったけど今はもう違うんです。小池さんも離れたし、そこで集まった前原さんとか玉木雄一郎さんとかみんなも辞めちゃい、国民、ここの人たちはみんなここへ移ったんですね。国民主に移ったんですね。で、ここに残っているのは神奈川県の知事やった松沢さんとか中山京子さんとかね、拉致やってる。で、ここはね、基本的に自民党と一緒です、まあ、言えば。だから、こことくっつくっていうことは自民党とくっつくっていうことです。だから一つの今議論されている大きな流れは自民党に寄っていく流れです。自民党にもちろん日本維新の会が流々とね、大阪のように、大阪では希望の党なんておりません。国民立憲もどこにいるか分かりません。大阪にいるのは自民党と維新の会だけです。大阪ではすでに自民党と維新の会の二大政党ができてますね。どの選挙をしても自民党と維新の会のガチンコ勝負です。しかし国政ではね、22名しかいません。で、ここで連携をするのか、維新単独で頑張るのか、あるいはこの辺と連携していくのかっていう、この結構今瀬戸際なんですね。3つあります。野党と連携をする、野党と連携、まあ、この人たちはちょっと辻元さんいるからね、ちょっと僕は絶対嫌なんですけど、ここはね結構優秀な人いますよ。僕友達いっぱいいるんですけど、大体ね、支持団体がね、ここ立憲民主党の支持団体は基本的に昔の総評系の団体です。日教組、公務員労組で、ここは自動車、電力、大企業ですね。大企業というか、いわゆる同盟系の組合です。誰も応援してません。あ、皆さんだけですね。いわゆる組織はありません。で、まあ、ここはもう60年選手ですけど、60年選手だから、私が今皆様にもまたご相談しながらいろいろやっていかなかと思っているのは、一体私が政権を取るのに向けて、単独で政権取りに行くのか、あるいは自民党と連立を組んで自民党と一緒に政府を作るのか、あるいは野党と頑張るのか、この3つの選択肢が結構難しいんですね。で、今何をやってるかというと、僕はまず今何やってるかというとね、先ほど東参議院議員からもご紹介があったように、ちょっと長い、もう終わるね、大丈夫。私は今何、はっきり言ってね、今大阪維新の会、皆様に応援していただいて、橋本さんが知事になったのがちょうど10年前の2月です。だから皆さん、維新の会、皆様にお力添えいただいて、こうして大阪をだいぶ良くなってきたと思います。10年ですよ、橋本徹大阪府知事が誕生したのが10年前の2月です。大阪維新の会、自民党バーン終わって大阪維新の会を作って、8年、国政政党日本維新の会で足立康氏を国政に押し上げていただいて6年です。しかしね、一時は50人以上いた日本維新の会もですね、今22名です。で、私はね、ちょっと怒ってるんですよ。怒ってるっていうかね、もう22人の国会議員はね、赤絨毯を踏んでるとね、なんか毎日忙しいんです、国会議員っていうのは。
忙しいからね、その忙しさにかまけて、なんか仕事してるような気分になるんです。なります、これは。なります。だから毎日ね、適当に仕事しながらね、まあなんかようわからん、窓際の公務員みたいなもんですよ。だからなんかやってんだけど、世の中を変えることにはなってない、そういうね、ちょっともう、だから皆さん最近維新の会って聞きます？国政。国政で維新の会ってあんまり、国政で維新の会の名前なんかもうほとんど出てきません。で、僕は今何をしてるかっていうと、もうね、もう君たちと一緒にやってても、もう沈んでいくと、船が。で、去年の選挙もね、皆さんありがとうございました。あのね、去年10月の選挙、やっぱりね、大阪府の中で、まず大阪以外はもう全然今ダメですよね、維新の会は。橋本さんは辞めたんでしょっていう話しかみんな頭に入ってません。で、大阪でもね、南高北低なんです。南は強いんです、維新の会。やっぱだんじりやるからね、関係あるから、関係ないから。だんじり祭りってすごいでしょ。人が事故ってなくなってもやめませんよね、祭り。気質みたいなものが、やっぱり維新に合うのかもしれませんが、南は維新の会強いですね。17区、18区、19区という、大阪19小選挙区ある中の南の3つは小選挙区必ず取ります。ところが北大阪、全敗ですね。復活もしません。だから実は、この間10月の選挙で、北大阪で、かろうじて当選させていただいたのは私だけです。ほんまありがとうございます。枚方落選、高槻落選、吹田落選、豊中落選。だから、やっぱり危機感があります。このままだと、維新の船は沈むと。だから私は今何をやってるかというと、自分の、もちろん地元のため、今日ご紹介したように、地元のためにもしっかり仕事をしてまいりますし、国のためにも仕事をしてまいりますが、維新という集団をもう一回、橋本さんが創業した、橋本さんが創設した維新という政治集団をもう一回再興したいんですね。だからあんまり、ありがとうございます。あまり言うとね、もう東先生が、東さんっていうのはもうサラブレッドですからね。東徹さんっていうのは、皆さんロミオとジュリエットって見たことあります？ロミオとジュリエット。映画とかね、小説とか。ロミオとジュリエットに2つの家が出てきます。いつも名前忘れるんだけど。なんかギュスターノ家となんとか家とかね。あれでしょ。ロミオとジュリエットっていうのは2つの家の骨肉の争いから始まるわけですよ。ね。そこでこう恋がね、あるわけですけど、不幸な恋があるわけですけど。大阪にも2つの家の争いがありましてね。柳本って知ってます？柳本家と東家なんですよ。大阪では。だから実は大阪で維新の会が生まれた背景には、ね、もちろん WTC のビルの問題、政策の問題、橋本さん、いろんなことがありました。でも実はその一番 の規定の流れにはね、やっぱり柳本家と東家の骨肉の争いがあったんですね。何の話だったの？だから東さんっていうのはもう名門なんです。お父様だからもうすね、あれだし、だから、なんちゅうかな、まあ、だから、まあまあ、そういうことです。だから、維新の会には、多くの国会議員、まあ今22名いますけど、なんていうのかな、いや、東先生はだから、今日も来ていただいてね、維新の会で一番頼りになる。そういう意味でも頼りになる。いろんな意味で頼りになる。それは優しいからね。みんなが僕を無視してるときに、東さんだけは声かけてくれるんですよね。まあ、それはいいんだけど。だから、ただ、やっぱり、危機感が足りない。いや、それは東さんだけじゃなくて。維新の会の政治家、みんな危機感が足りない。橋本さんが作ったときの、ワクワク感、必死に大阪を良くしようというエネルギー、熱みたいなものがもうなくなってきてるんだね。だから橋本さんが創業者、私はね、僭越ながらね、維新の会の中高の祖になりたいと思ってるんです、ね、中高の祖、ね、で今何やってるかというとね、9月から
今日は実は政策の話はあんまりしてません。憲法9条、移民政策、消費税、この3つをね、またやりだすとさらに1時間かかるんですけど、それぞれに私は意見があります。3つとも自民党の案には私は反対です。反対です。憲法9条の自民党の案は出来が悪いです。足して2で割ってますからね、出来が悪いんです。消費税増税絶対ダメです。特に軽減税率ダメですね。それから移民政策、これもね、皆さんね、自民党に移民外国人労働者の拡大やらしたらダメですよ。これね、見てください。技能実習制度ってご存知ですか？いや、僕はね、僕も政治家ですから、企業さん回ると皆さんお困りです。人がいないということで、だから外国人労働者の活用っていうのは僕は必要だと思ってます。必要だと思ってます。だけどね、技能実習生ってね、こう何万人かこう入ってくるでしょ。今7000人失踪してるんですよ。7000人が失踪してる。それから、その本来帰らなあかん期日を超えて残ってる人が何万人かいるんですよ。ちょっと今数字忘れ、ちょっと持ってくるの忘れたんだけど、そういうずさんな行政、そういうずさんな行政しかできない自由民主党に制度を作らして、それを信頼してくれと言われても絶対に僕はできません。私ならできます。私はね、もうプランがあるんです。プランが、特にマイナンバー、皆さんマイナンバーカード持ってらっしゃる方いらっしゃる？どれぐらいかな。ちょっとじゃあ持ってない人、ちょっと上げにくい、大体半分ぐらい、半分以上持ってない方いらっしゃると思うんだけど、これはね、僕はね、やっぱりマイナンバーカードはやっぱり使っていく方がいいと思うんですよ。使っていこう。で、なんでマイナンバーカードを使った方がいいかっていうとね、結局今の自民党が作ってきた日本の社会っていうのは、本当は税金を払わないといけない人が払ってません。逃げ切りです。まあ、海外に逃げてる人もいるしね。それから本当に手を差し伸べねばならない苦しい、本当に困ってらっしゃる方に手が届いていません。なぜそういうことになってるかって言ったら、国が管理できてないからですよ。僕は国会で質問しました、国会でね、僕厚生労働委員だったのでね、障害者の方へのお金予算を、ね、削るっていうんですよ、自民党が。ね、障害者の方向けのお金を削るって言うんですよ。だから僕はね、そのいくらか削るんだけど、じゃあまあまあ、じゃあそのお金ないのかと。そうであれば、じゃあまずちょっと外国人、たくさんの外国人増えてます。外国人の方にいくら生活保護を今払ってるかちょっと教えてくれと。で、僕は国会で質問したんです。厚生労働大臣、分かりませんでしょ、把握してないんですよ。それでどんどん日本人の福祉を削っていくんです。おかしいよね。だから、僕は別に日本至上主義でもないし、外国の方、あるいは在日の方、あるいは外国人の方、いろんな形で多様な豊かな日本社会っていうのを、強い日本社会っていうものを作っていかなかと思ってるので、僕は外国人の方どんどん来てもらったらいいと思ってる。在留資格、永住権を付与すべき方には付与してもいいと思う。それから帰化していただく方には帰化していただいたらいいと思う。そうだけど、ずさんなのはダメですよ。ずさんなのは。だからそういう社会のシステムをもう、ね、ちゃんとマイナンバーでね、紐付けして、本当に困ってる人を把握する。本当にお金が、税金を払わないといけないのに払ってない人を補足する。払うべき人が払ってないお金を集めるだけで年間5兆円あると言われてるんですよ。5兆円集め損ねてる。誰かがどっかで舌出して笑ってるわけです。それが日本の社会です。それをちゃんと補足すれば消費増税なんていりません。で、今はそういう私が申し上げていることができる時代になってきたんです。今日はそれ以外にもですね、例えば日米同盟の問題、外
外交安全保障の問題、それ統治機構の問題、いろんなお話がありますが、もうちょっと長くなりすぎましたので、これぐらいにさせていただきたいと思いますが、そういう政策を掲げてですね、自民党に対抗できるチームは俺たちだということで、9月から横浜、千葉、札幌、埼玉県の草加市、福岡市、茨城県の、に行ってですね、この写真、ちょっと隠れてますけど、講演を申し上げました。で、こうやって、今、維新の会の中で、全国に、全国遊説をして、いろんな方に集まっていただいて、今日みたいな話、今日はまあ茨城の皆様、地元の皆様向けのご報告でございましたが、私たち維新の会が、そして私、足立康が何をしたいと思っているのかということをお話しし、そして多くの方が一緒にやろうと、頑張ろうと言ってくださる政治家も僕だけですから。ねえ。ねえ、ねえ。いや、松井知事、吉村市長は立派ですよ。でもね、松井知事、吉村市長は東京に行ったら誰も知りません。残念ながら。関西の、関西テレビ、読売テレビ、毎日放送には出ます。でも東京のキー局には一切出てきません。今まで日本の政治史の中で、大阪にいながら、地方にいながら、東京のキー局、メディアですね、東京のテレビ、地上波のキー局をジャックして揺るがすことができた政治家は、後にも先にも橋下徹ただ一人です。だから私はもうとにかく誰もやらないんだったら俺がやるということで、今ご紹介したように全国行脚をしながらですね、今維新の同志たちをにもう一回火をつけて、やっぱり、まあ、維新というのは最近元気ないから、まあ、されど維新なんて大したことないけれども、たかが維新だけれども、されど維新だと。だって他にないもんね、これ。皆さん、どうですか、これ。自民党はね、今日申し上げたように、自民党だけではこれからの日本社会、乗り越えていくことは絶対にできません。私が申し上げたような、しょうもない、私が暴れなかったら、ブロック名の予算は、これからサボってて、これからやる人にだけ流れたんですよ。おかしいでしょ、そういうの。ね、でもこの人たちはね、連合べったりですよ、連合べったり。この中で会議をして、政策の議論をしました。ところがその政策を連合に持っていて反対されるとやめますよ、この人たち。政治家じゃないんです。選挙なんです。連合がいなければ選挙ができません。ね。着物とはもうなくなります。だから、やっぱり60年選手の自民党と日本社会、1955年に保守合同でできた自民党、歴史があります。力もあります。人材もあります。この自民党と対抗できる勢力はやっぱり維新の2文字しかないなということで、これからも私、足立康はですね、まあ、いろんなところでそろそろ辞めるんじゃないかとかですね、いろいろおっしゃる方もいらっしゃいますが、そんなことしません。茨城の皆様、北摂の皆様に作っていただいた維新の会ですから、もう一回維新の会を盛り立てて、私がリーダーとなって自民党に対抗できる、そして自民党のプラン A、 自民党はプラン A です。それに対して私たち維新のプラン B、 このプラン A とプラン B、 どっちが日本の少子高齢化、人口減少社会を支えていくことができるのか、どっちのプランが本当の意味でプーチンやトランプや習近平やねと本当に渡り合っていけるのか、日本の国を休んじていけるのかということをですね、競っていくように、また精進をして、頑張ってまいりたいと思いますので、またご支援のほどよろしくお願いします。ありがとうございます。